今回は鶏しゃぶサラダの作り方を紹介します。簡単な料理ですが、茹で方を間違ってしまうと肉が硬くてパサパサしてしまいます。なので肉が柔らかくしっとりして美味しくできる方法を紹介します。それでは作っていきましょう。まずは鶏胸肉の皮と余分な脂や脂肪分を取り除きます。皮や油を外したら、一方の横側に繊維が細かい部分があるので、そこを切り離します。次に大きい塊の肉を横から開き、2つに分けます。あとはできるだけ薄くなるようにそぎ切りしてスライスしていきます。肉を上から押さえて、まな板と鶏肉が接している部分に包丁を入れて切ります。もう一方の肉は上から繊維を断ち切るようにそぎ切りしていきます。このように切ることで火を通しても柔らかくなります。厚い部分があったらさらに広げていきます。だいたいこのくらいの厚さがベストです。切るのが大変でしたらスライスした肉を買いましょう。材料は鶏胸肉 200g、 キャベツ 50g、 人参 20g、 ブロッコリー4個、大根おろし、ネギ、ポン酢、適量です。鍋にたっぷりのお湯を沸かし、塩1つかみとサラダ油大さじ1杯を入れます。野菜を入れます。塩を入れることで色が鮮やかになり、油を入れることで表面がコーティングされて旨味を閉じ込めます。だいたい1分半から2分を目安に茹でます。茹だったら取り出し、ざるにあげます。そのまま火を消した状態で鶏肉をお湯の中に入れて湯がいていきます。野菜を茹でた後の余熱で火を通すことで肉が柔らかく仕上がります。肉が完全に白くなるまでお湯の中で泳がせるようにして火を通します。茹で上がったらザルにあげます。水や氷で冷やすと硬くなるので注意です。彩りよく皿に盛り付けます。大根おろしとネギを散らしてのせます。ポン酢やごまだれなどお好みでお召し上がりください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。